皆さんこんにちは、ウォッチ買取応援団です。本日はチューダーブラックベイ黒の 79360N002 の実機レビューをお送りしていきます。ブラックベイ黒のは2017年に発売された新しいコレクション。まずブラック文字盤スチールベゼルのモデルが登場し、2019年にイエローゴールドとスチールのコンビモデルが追加。そして2021年にこちらツートンダイヤルアルマイト加工ベゼルのバリエーション、通称パンダが追加されました。快進撃を続けるチューダーの最新作、発売以降入手困難な状況が続いている超人気モデルです。スタイリッシュなデザイン、そして抜かりのない実用性能にもぜひ注目してご覧ください。それでは行ってみましょう。憧れの時計は遥かに遠く、故に私たちはどこまでも。男の夢、紳士の癒し、理想の時計を身につけた理想の自分に出会える場所。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。やる気が出ます。はい、では早速機能面から見ていきます。基本機能はセンターに自分芯、9時位置に秒芯、そして6時位置に日付表示があります。クロノグラフはセンターに秒計測、3時位置に積算計を表示する2カウンター、ベゼルはタキメーターメモリ付きの無回転ベゼル。搭載される機械は自動巻きキャリバー MT5813、 ブライドリング製のゼロワンムーブメントをベースに独自カスタムを加えたもの。パワーリザーブは70時間です。リューズでの操作はゼンマイの巻き上げと長針の調整、日付のクイックチェンジが可能です。日付が瞬時に変わる機構も備えています。リューズは大きく操作しやすい形状、ねじ込み式になっており 200m の防水性能を有しています。クロノグラフのプッシャーにもスクリューロックがついていますので、使用の際は緩めてからプッシュします。押し心地はしっかりと硬い作り、いかにも丈夫な機械といった印象です。チューダーのクロノグラフは1970年のオイスターデイトという手巻きのモデルが起源になります。1970年というと自動巻きクロノグラフの登場、そしてアポロ11号の月面着陸と機械式クロノグラフが注目されていた時期。そこからロレックスのデイトナとともに様々な進化を遂げ現在に至っています。続いて外装デザインです。ケース素材はステンレスチール製、リューズ裏蓋もステンレスチール製、風防はドーム型のサファイアクリスタル製です。ケースサイズは 41mm 径 14.4mm 厚、分厚いミドルケースに大きめのリューズとプッシャー、爽やかなフェイスとは裏腹に横顔は非常にタフな印象。ベゼルは土台がステンレスで、タキメーター入りのディスク部分はマットブラックのアルマイト加工が施されたアルミニウム製、ポリッシュされた土台に対しディスクをマットに仕上げているというメリハリがいい味を出しています。ブレスレットもステンレスシール製、3連のコマ表面にはヘアライン仕上げが、サイドにはポリッシュ仕上げがそれぞれ施されています。バックルはダブルロック式、しっかりとした留め心地から堅牢な作りを感じ取ることができます。そして特徴的なフェイスデザイン、白文字盤に黒のインダイヤルを合わせたカラーのことをパンダ文字盤というふうに表現し、クロノグラフ界では昔から人気のあるカラーとなっています。故にこのモデルも発売と同時に超人気モデルへ、現在入手困難な状況が続いています。ヴィンテージな風合いと何とも言えない愛らしさがたまらないですよね。白黒逆転した逆パンダのバリエーションも同時に発売されています。逆転するとまた違った雰囲気になりますよね。もし店頭で2本並べて並ぶことができたとしたら1時間くらいは悩みそう。そして恒例のリストショット、私手首周り 16.5cm です。 41mm 径というのはクロノグラフでは一般的なサイズ、ただラグが少々長いのとミドルケースの厚みがしっかりしているので、径よりもそちらを確認してから買われるのがよろしいかと思います。とはいえ悪目立ちするほどのサイズ感ではないので、どんなシーンでも使いやすいモノトーンなので、服装もどんなものでも合わせやすいと思います。今回お見せしているのはメタルブレスレットのバリエーションですが、メーカー純正のストラップがもう2種類、ファブリックストラップとブント付きのレザーストラップがあります。気分や使用シーンに合わせて付け替えて楽しむのもいいですね。以上、本日はチューダーブラックベイ黒の 79360N002 のご紹介でした。こちらメーカー定価は592,900円、並行輸入店の実勢価格はプレミア化しておりまして、この動画撮影時の最安価格で774,980円となっております。
これまでの傾向通りであれば数年で流通数が安定し、実勢価格も低下ぐらいに落ち着いてくることと思います。気長に行きましょう。それでは本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。